ダブルベル製デトミックス45コンバットマスターを分解したりグルーピングでしたりしてみた。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。いよう、腹黒い方のジョニーナットだ。さて、今回は前回の続きでダブルベル製デトニクスをいじってみるぜ。その前にデトニクスがどれだけコンパクトなのか、ガバメントと比べてみよう。ガバメントも同じダブルベル製のものを出してみよう。ガバメントもスライドが数トンのモデルだ。どうだい？かなり大きさに違いがあるだろう。どうやったら比べやすいかな。全長で言うとガバの方が約5センチも長いんだぜ。グリップの太さとかは一緒だから、デトニクスがいかに寸詰まりかわかるよね。今回はこいつの分解方法をご紹介しながら、ハンマーとトリガーを交換してみよう。作業部分の映像は前回の続きからになる。まずはスライドを分解してみよう。スライドの外し方はガバメントと全く同じだ。スライドストップレバーを手前に引き抜く。これでスライドが前に抜ける。おや？フレームの方は以前にご紹介したアーミー製とはなんか違う感じだな。フレーム側については後半で触れていくが、インナーフレームが入っていない。成形樹脂もブラックではなくベージュ系の白っぽい色だ。ステンレスシルバーモデルだからだろうか。スライド側に話を戻そう。こいつのリコイルスプリングは外し方に癖があって、前のプラグに相当する部分を後ろに引っ張りながら出ないと外せない。こんな感じでプラグごと前からスプリングを縮めて、その状態で後ろ側も前に縮めて横に外す。リコイルスプリングが外れれば、バレルアッセンブリーは前の方に引き抜ける。取れました。アウターバレルも金属製だね。このアウターバレルユニットもアーミー製とは作りが違うようだ。アーミー製のように内部にスプリングが入っていない。だからこんな感じでインナーバレルが前後にカチャカチャ動くようになっている。次は後ろ側のブリーチ部分を取り外してみよう。ブリーチを抜くにはここのネジを抜くだけでいい。六角レンチでぐるぐるするだけ。ネジを後ろに引き抜くと、ブリーチが5トンと落ちてくる。東京マルイ製のガス風呂と比べると拍子抜けするほど簡単だ。スライドの天井にリアサイトを固定しているネジが止まっている。この見づらいリアサイトをアーミー製の溝の深いリアサイトに交換したいので外してみよう。ここの小さなネジはネジロック材で固められているのでネジ山を舐めないように注意が必要だ。すごく小さなネジなのでなくさないようにしよう。これでリアサイトを取り外せると思ったのだが、取れる気配がない。プラハンで叩いてみるか。プラハンで叩いても全く動かない。実はまさかの一体成形？どうにも取れないのでリアサイト交換は諦めました。諦めてネジを締め直しますが、念のためネジロック剤を塗っておきますか。それにしてもこの小さなネジは一体何のためのネジだったのか。よくわかりませんが、リアサイトを交換できなかったので元に戻していきましょう。ブリーチにリターンスプリングをはめて、スライドに戻して、ネジを締める。東京マルイ製のグロックと比べると超簡単です。
アウターバレルを戻して、その前にホップ調整を見ておきましょう。ホップ調整ダイヤルがスカスカです。ゼロホップにするか、一番きつくするか、その途中がプラプラのゆるゆるです。ホップアップパッキンなんてどうなっているのやら。なんだかよくわかりませんが、この辺の作りは丸いのパクリっぽいのに適当な感じですね。とりあえずゼロホップにして組み直します。スライドの前からアウターバレルを入れて、リコイルスプリングを縮めてからセットする。プラグっぽいパーツを前方にはめる。これでフレームにはめて、スライドストップレバーを差し込むだけ。ガバ系のスライドの分解組み立ては慣れると簡単ですね。次はトリガーとハンマーを交換するためにフレーム側をバラしていきましょう。まずはグリップパネルのネジを外して、グリップパネルを取り外します。ウェイトの仕込み台がありそうな構造ですね。次はフレーム下のハウジングピンを左側に抜きます。これでハンマーハウジングが下に抜けます。ほほう、このパーツも金属製です。ハンマーを倒して、サムセーフティを上に上げてから右に引き抜きます。グリッププレートを後ろに抜きます。アーミー製の分解の際にシアースプリングの置き方がわからなくなったのでよく確認しておきます。シアースプリングが変形すると、後で調整が大変なので曲げないように取り外します。プランジャーを外すのを忘れていました。アーミー製とデザインが違っていますね。シアーピンとハンマーピンを左側に抜きます。このデトニクスはインナーフレーム構造ではないのでこのネジは外さなくても作業可能で、アーミー製にあったここのネジが存在しません。アーミー製はここでインナーフレームをごっそりと引き抜きましたが、ダブルベル製はハンマーユニットだけを抜くことになります。すでにお気づきかと思いますが、インナーフレームがないのでフレーム側のスライドレールは樹脂製です。アーミー製や東京マルイ製はここに金属製のインナーフレームが入っています。樹脂製のスライドレールでメタスラを走らせるんですね。それではハンマーユニットを抜いていきますが、左側のノッカーロックスプリングを飛ばさないように注意です。ディスコネクターが落ちましたが特に問題はありません。ノッカーロックスプリングはなくさないように大切に保管しておきます。アーミー製ではこれをなくしてひどい目に遭いました。ハンマーユニット右側のカバーをネジを外して剥がします。カバーを剥がしました。これでハンマーを取り外せます。こちら側はこれ以上バラしません。ハンマーを通っているカラーを抜きます。左右で太さが違うので注意です。ハンマーの横にピンポンチとを当てて、ピンを抜いてストラットを外します。ハンマーストラットが外れました。ピンを完全に抜いてしまいます。だいぶ手が汚れましたね。次にマガジンキャッチを取り外します。
左側からマガジンキャッチを押しながらマイナスネジを回して、マガジンキャッチ全体を上に回転させて引き抜きます。これでトリガーを抜くことができます。このトリガーは薄くてデトニクスっぽくないんですよねー。それではハンマーをガバ系のノーマルハンマーから、東京丸井製のウォーリア系ハンマーに交換しましょう。トリガーもストライクウォーリアのストレートタイプに交換します。ステンレスモデルのデトニクスに似合うかな？フレームの後ろ側からトリガーを差し込み、バラした時と逆の手順で組み立てていきます。なので、ここからは早回しです。ただ、ノッカーロックスプリングを飛ばさないようにトリガーユニットをフレームにはめていくところだけ。通常のスピードでお見せしましょう。スプリングを所定の位置に収めたら、その上にメンディングテープを貼り付けます。貼る面の油分を拭いてからべったり貼ってもいいですし、このように適当に貼っても構いません。テープを貼ったままフレームに滑り込ませればいいのです。テープはスルッと引き抜けます。これでスプリングを飛ばさず、曲げず、簡単にセットすることができます。これは以前にクラウン製のコルトパイソンの組み立て時に使ったおばあちゃんの知恵です。メンディングテープがこの作業にはちょうどいいのでおすすめです。さあ、だいぶ形になってきましたね。組み立ては早回しにしちゃいましたが、分解の逆にやればいいので慣れると簡単でした。アーミー製での苦労が懐かしいです。組み立て完了です。これで動きますかねー。バッチリですね。丸井製のハンマーやトリガーが問題なく使えました。アーミー製のデトニクスには丸井製のハンマーがうまく合いませんでしたが、パーツの流用は一つ一つ試していかないとわからないものですねー。これらのノーマルパーツは保管して、また別の機会に試してみましょう。いつの間にか言葉遣いが丁寧になっちゃいましたが、次はグルーピングチェックです。特設シューティングレンジに来ています。ハンマーとトリガーを交換しちゃいましたが、グルーピングチェックをしてみましょう。音がいいねー。それでは、距離は5メートル。弾数は5発で確認してみましょう。今回は厚くてラバーマスクをかぶっていないから、狙いやすいぜ。5発ともセンターに当ててやる。ああ、2発目と4発目がそれちゃった。思ったより狙いやすかったけど、当たらないのは腕が悪いんだね。リアサイトの切り欠きが小さくて狙いづらいと思っていたんだが、結構いい感じだ。いいなぁ、これ。こちらからは以上だ。いかがだったかな？インナーフレームがないあたりが驚きだが、分解方法は丸井製やアーミー製と大差はない。狙いやすいし、そこそこ当たる。これで8999円となれば、悪くはないんじゃないの？次回は成形や塗装がいまいちだったフレーム周りをなんとかしたいと思う。それじゃあ、また次回お会いしよう。